今日は8月27日金曜日2時54分ですね。さあこんにちは、平山茂です。どうも皆様、本日もお仕事お疲れ様でございました。お疲れ様です。金曜日が終わりましたね。本当に明日明後日お休みという方は本当にいい休日を過ごしてくださいよね。明日もお仕事という方は頑張りましょう。私も仕事でございます。さあ今日はね、まあ、ちょっとこんな格好してますけども、今日も仕事でした。とはいえ、もう終わりました。今日は終わりました。はい。なので、ちょっと時間があるので、ちょっとね、まあ大丈夫だよってね言わせてもらってますけれども、毎日それ以外のね、別の、360度動画をちょっと撮影しにまたとあるところに来ております。今日はね、ちょっとこの後この撮影が終わった後にちょっとそちらの360度動画の撮影に行ってまいりますので、また近々公開いたしますので、ぜひ楽しみにしててください。はい。あ、ちなみに360度動画っていうのは、まあ、過去に4本5本ぐらいアップさせてもらってるんですが、Google のアプリで見ないとちょっと対応してないというアプリじゃなくて動画になりますので、ちょっとご注意ください。はい。普通のブラウザーから YouTube 見てもちょっと見れない、見れるんですが、もう一方向の動画になってしまうのでね、その辺はお気をつけください。さあ、まあ、とにかくね、ちょっと本当に暑いです。暑いです。本当に熱中症にはくれぐれもご注意ください。本当に命の危険があると思います。本当にこの多分このまだ1週間ぐらいこの暑さは続くと思うんですけど、本当に頑張って乗り越えましょう。はい。さあ、ちなみに、明日土曜日と明後日日曜日、この2日間はですね、この今日みたいなパターンのちょっと大丈夫だよはお休みしてですね、土日この2日間は先日撮りましたですね、ちょっと私のインタビュー動画を2日間にわたってアップします。よかったらそちらをどうぞご覧ください。まあチャンネル登録者様がですね100人に行きましたということで、まあ何か記念にね、ちょっと記念になるんじゃないかなというところで、そういった動画を作りました。はい。なので土日、明日、明後日はそちらの動画をぜひ見てください。よろしくお願いいたします。はい。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。はい。大丈夫。うん。体調管理だけ本当にしっかりしましょう。はい。ということで今日はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。大丈夫ですからね。ではおやすみなさい。平山茂でした。また明日。